ことやら、いや、あ、世界があなたを放ってはおかない、うん、そこで今日は、肉体的親父度、仕事的親父度、うん、恋愛的親父度と、うん、それぞれ5個のイエスノー枕を用意しています。はいよ、福山さん、それにバンバン答えてください。イエス。まずは肉体的親父度から30代。はい。でででで1問目、最近人の名前が出てこなくてやべえと思う時がある。一昨日あった。2番、2問目、もうそろそろお腹が出てもいいかなって思う。よくはない。はい、3番、徹夜すると翌日が厳しいんだな、これが。夜更かしすら無理。はい、ってことは丸でいいんですか。丸です。これ丸。4番、エッティな DVD もだいぶドキドキしなくなったんだよな。あー、そうか、動機と情動は違うよな。丸。丸。でてて。5番、肉より魚が好きな最近です。丸。はい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 、微妙にともぐいかもしれない、うん、はいはい、出ました。ですね、あ、まずは肉体的親父度を見てみました。出ました。うん、まず数字は 80%。 おっと、いい数字だね。僕はちなみに 60% です。おお、はい、まだまだだね。僕はエロい DVD を見るとドキドキ、うん、ドキドキさせてくれますよ、本当に。マジで、ドキドキはもうしない、どうなるんだろう、この後どうなるんだろう。うわ、はい、というわけでですね、いつまでも、若々しい体の福山さんでいてください、だそうです。はい、ね、はい、続いて仕事的親父度30代。うん、でで、で1番、イベント前夜でも前よりは緊張しなくなってきました。 No。 2番、アフレコ中に眠くなることも増えたな。ごくイエス。3番、仕事仲間との酒飲む時間が長くなった。 No。 はい、だけど飲んでいる帰る時間も早くなった。イエス。5番、アフレコしながら涙することも増えた。うん、昔の方が多かった。ああ、なるほど。はい、出ました。仕事だけ親父度 40% です。おー、若いですね。まだ若いね、ギンギンですね。はい、ね、僕はまた60ですかね、これは。おー、はい、平均値ですね。平均値です。はい、おー、なるほど。これ、あ、アフレコ中に眠くなることがとても増えた。うん、これは、いや、あの朝一ね、うん、朝一本番とか絶対眠くならないんだけど、うん、どうしてもね、あの空き時間あるじゃん、はいはいはい、アフレコ中の、そのテストが終わって、ね、あのディレクションが入る前とかに、うん、なんかね、うとうとすることが増えましたね。あ、まあ、長くと、あとそのちょっとテストした後温まった、うん、あの密閉されたスタジオの中ってちょっと心地よい暖かさになってたりすると、ね、睡魔を増長するんでございます、ね、そう、あとね、静かな現場ほどやっぱり眠たくなるね。あ、それはね、そうなっちゃうと。そうそう、じゃあしぐるいの現場はみんな眠そうだったんですか。マジで俺、あ、し、あ、そっか、ベテランさんばかりが、あ、いいね。俺、あ、逆にそういう現場だったらテンション上がっちゃうから。まあ、確かに自分が一番下だと、ものすごいギラギラしちゃうのね、楽しくなっちゃって、はい、でも逆に自分が一番上だと気使っちゃって、なんかこう、そわそわしてそわそわして、寝ようかなってなっちゃう。アフレコしながら涙することも増えた。これは×。昔、あのね、昔の、なんかね、泣く役が多かったの。おー、うん、本当に泣きながら、うん、なんかね、下手くそだから泣きながらじゃなくてできないことが多くて、だから、なんだろうな、アニメでもドラマ CD とかゲームとかでもすごくね、うん、なんか慟哭だったりだとか涙しながらだったりとかっていう、そういう悲しいシーンとかを演じることがとても多かったので、だからね、そのよく流してたけど、最近はどっちかというと、バカなことをすることが増えたから、バカなこと、なんか物理的になんかこう涙を流すっていうことが少なくなったね、うん、仕事でも、うん、なるほど。確かにね、あの泣くシーンは本当に涙が出てくることもあったりするので、うん、というわけでですね、いつまでも若手の良き先輩な福山さんでいてください、はい、カバソ。中井さんどうぞ。なんで？なんですか？ヤバさって振りなんだ。なんですか？なんでキレキレなの？やる気が悪い。隠し撮りされたから。そうだ、隠し撮りされたよね。パパラッチに振られたくないよね。あの時階段をね、地下鉄からこう上がってくると、ものすごい鬼のような形相で携帯とにらめっこする中井さんがいたんで、とりあえず至近距離で写真を撮って。もう中井くんに気づかないうちにみんなに見せられてる。怖い話です。こんな中井くんがいたよみたいな。中井さんだよね。中井さんだよね。自信ないんだけど中井さんだよね。あれ見事に撮れてるよね。明らかに俺なんですよ。ナイスパパラッチ。至近距離なのに絶対気づいてると思ったんですけど。うん、全然気づかなかった。俺何かに多分怒ってるんだよね。このメールの野郎、もう思い出せないんだな。
ないんだけど。あ、これなんかこう大きめの P をここに。いやでも急に気を使ってくれるいい人。そういうこと言わないな。ヒントになる語句も全部禁止。ダメですよ。とかティーとかこれいくやろ。あ、なんだ。せっかくワンピースの宣伝してもらってたのに。ありがとうございました。本当だよ。生で。前年比ちょっと良かったです。よかった。ありがとうございました。さすが主演者。この間、水木奈々さんの舞台が女見と拷問だったよ。さすが、さすが奈々様。うん。先見の明が。そう、水木さんが拷問様の格好して出てきたら、なんか、うん、あの、ゼルダの伝説のリンクみたいだった。おぉ、頭巾がなんかそれっぽく見えて、ゼルデンの人って言ってる。すげえ、本当に小さいから面白かったよ。って言ったら怒られた。ああ、そりゃそうなんです。また奈々様と美味しい思いしてきたんですか、うん、美味しい思いなんかしね、国技館で俺はだってロープで吊るされてフライングしたから。何をしたんですか、それ。え、そういう演出があったの。お笑い芸人みたいな顔の張り方して。あーって吊るされて、うん。すっごい、もう夜の部がさらに高いところに吊るされて。落ちたら死ぬぜ、あれ。うわー、よくやりましたね。でも楽しかった。いい舞台だったよ。神谷さんはどんなサインを書かれますか、そして二人は誰かにサインをもらったことありますか、という。サインってさ、杉田くん自分で考えた？僕はい。あ、そうなんだ、はい。僕なんかさ、それまでなんかサインお願いしますって言われた時に、はい、普通に、こう、なんか、あの、なんだろう、こうやって書いてたのね、紙にあって、はい、アルファベットで、はい、あの、要はさ、絵を描いた時に、はい、あの、右下の隅とかにさ、この人が描きましたよみたいなことサインをするじゃない。はい、あんな感じで書いてたの、はい。あの、高校時代に絵とか描いてた時の名残で。はい、でもそれじゃダメだ。神谷って他にもいるから、ちゃんと考えなさいって言われて、はい、マネージャーが考えてくれたのが、今書いてるやつなんだけども、はい、まあもっとなんか硬かった印象があるんだけども、それをなんか自分で崩していって、今の形になったっていう感じなんだけども、はい、でも基本的に分かりやすいよね。だって読めるでしょ？そうですね。うん、僕なんか杉田しかないので。うん、あれ何？杉田しか書いてないの？杉田です。あ、田なんだ。あ、そうなんだ。はい、これしかないので。杉田くんはあれだよね。必ず台本に書くよね。はい。ね、自分のね、はい。誰のかって分かるようにね。そうです。杉田だったんだ。そうです。あーで、田なんだ。特徴が出ますよね。うん、誰かにサインをもらったことがありますかってありましたけど。あこれはですね、はい、僕はCD とかを、はい。いただくたびに、はい、その方にサインをもらってるんです。あそうでしたね。だから、ファンの方が聞いたら怒られそうですけど、水木奈々さんのですね、奈々、はい、ちゃんのベストアルバムにサインをいただいてもらったり。羨ましい。羨ましいでしょ？羨ましい。ああ、羨ましい、羨ましい。過保ですね。はい、そうですね。あとですね、これかなりレアだと思うんだけどね、小杉十郎太ちゃん。かわいい、小杉十郎太ちゃんがですね、アルバムを出されたサインですね。はい、あじゃあ十郎太さん、僕もサインくださいって言ったら、おいいよって、サインくださいましたね。じゃあ、遅いよ、ここ。って言って。杉田くんは持ってるそれ。僕ですか？僕は近所に土曜ワイド劇場の撮影が来た時に松平健さんのサイン。すげえじゃんそれ。小学校の時、うん、僕のヒーローはやっぱ吉宗だったんで、うん、やべえ、あ上様が来るだってって、あれでもちょんまげがないって思って、小学生心に、あ、あれなんでなんだろうって言って、上様サインくださいって言って、あいいよって言って、くれたんだ。白いでかい車で帰ってきました。うんうわ、それいいね、それ撮ったのまだうちに。はい、あります。あ、そりゃそうだよね。うわ、それ見たいわ、ちょっと。おーっていうね。うん。そういう思い出がありました。あ、そうなんだ。すごい、杉田さんは深夜枠。深夜枠。綺麗な、ゲーマ。なんて言ったの、なんて言ったんですか、今ちょっと本当ね、最近杉田さんちょっと様子おかしくてアニメでアドリブをやってくれって言われたらこの放送何時でしたっけみたいなこと言い始めて時間によってアドリブ変えるのやめてくれ。すごいな。それ本当に実話だからやめてくれよ。やめてよそれ。俺なりに気使ってんだよこれでも。まあそんな中ですね、ワンピースに行くようになってね、そのベテランに囲まれて、居場所なんかねえよなと思ったらもうみんな早く現場に来るからさ、もう座る椅子がねえんだ。そしたら平田さんが俺の隣座るかって言って、うわ怖いって思って、はいって言ったら、うーって言って、まるで傘入れよって言った後、入った人の方に3分の2ぐらい傾ける
なんかツンデレ彼氏みたいにこう、ちょっと多めに開けてくれたのよ、平田さん。ほうほうほう。その後俺に何も言わないっていう、ね。優しい。めっちゃ優しいやんと思ってね。はぁ。うわぁ、サンジめっちゃええ男やって言って。つうか、ワンピースの現場だと杉田さんもそういうポジションになっちゃうんですね。そうよ。椅子譲ってもらう。そうそうそう。わお。やれフリーザ様だ、やれいろんなベテランがボーってきて、うん、確かに。それこそ僕の大好きなホッちゃんもいてね、ホッちゃん、あら、堀秀幸さんのホッちゃんの、堀秀幸さんのホッちゃん、久しぶりにアニメのアフレコする堀さんを見て、ハイブレイン以来じゃないかな。おー、うん。